さあ、それでは来ていただきました。自己紹介をお願いします。はい、山木小春です。特技はギターとドラムです。あと、壇蜜さんのモノマネができます。はい、すごい、はい、ドラムとかは聞いてたけど、はい、壇蜜さんのモノマネっていうのも仕入れたの最近？仕入れました最近、でも結構前からやってます、ちょっと系統が似てるかも。確かに分かる、ね、元の顔が似てるみたいで、うん、まあでもそれはとりあえずやらせないで、まずドラムとかからさ。あ、ドラムから。ドラムちょっと見たいからいい。ドラムだって。エアドラムですか？実際には叩けて、はい、エアもできる。叩けます。で、頑張ります。すごい今、拳振り返したね、今。どんな感じ、ちょっと。なんか曲とか決めたこと。なんですかね、じゃあ。フリーディグ。ちょっと頑張ってみます。ちょっとお願い。口できるかな。口？いや、喋んなきゃいけないかな。じゃあちょっと失礼します。そうそう、はい、まあしょうがないね、明日ないけど。ちょっと、開かないとね。じゃあどん、なんか言ってもらってもいいですか？何を？ドラムの音。え、それに合わせてやってくれんの？やります、そしたら。ドラムの音って何？え、いくよ。はい。ドン。え？ドン。ドンツ、ドンドンツ、ドンツ、ドンドンツ、ドンツ、ドンドンツ、ドンツ、ドンドンツ。これ何これ？これ、いやいや、やりました。もっとこっちで変化を出さないと。いや、俺の技術になってくるから。それもまあ、俺の特技になってくるじゃん。朝の口ドラムっていう特技があるから、それもコラボ。とりあえずちょっとお願いして。分かった、いいですか、うん、はい、お願いします。カン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 、ドンツドンドンツドンツドンドンツ、テケ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 、ドンツドンドンツドンツドンドンツ、テケ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 、シチャ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 。分かんないよ。ゼロの顔をするな、すっごい。ゼロの顔。終わった。やってくれるんだ。じゃあ、まずじゃあ、壇蜜さんの顔真似で、とりあえず、壇蜜さんです、どうぞ。チッ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 、ドンツ、ドンドンツ、ドンツ、ドンドンツ、ドンツ、ドンドンツ、テキ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 、ドンツ。もう少し、多分、大人になったら、ほんと壇蜜さんみたいな感じになるんで。本当ですか？じゃない。いけんじゃない、芸人。芸人ですか？芸人としてはそういう特技が何か一つあった方がいい。そうだよ。一個持ちネタも。いや、でもすごいね。すごい。あと、さらっと言ってたけど、ギターもできる。あ、ギターもできます。楽器がすごいところなんだね。そうですね、昔ピアノもやってたし。へぇ、そうです、すごい得意です。じゃあ、俺がドラムやるから、ちょっとギターをちょっと音をね、分かった。多分、両方やってくれると思います。うんうん、すごい。はい、ちょっと頑張ります。それでは、壇蜜さんです、どうぞ。チッ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 、ダンツ、ダンダンツ、ダンツ、ダンダンツ、ギャー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 壇蜜さんがちょっとイライラしてるみたいな感じになったの。うーんってなってる感じになる。うわー、でもすごい。すごいね。いろいろできてすごいね、やっぱ、ね。ちょっと、うん、もうエアギターとエアドラム、ちょっと頑張ってみます。ね、はい、今日は収録終わりましたけども、はい、感想何度？自分が VTR に映ってる笑い顔がひどすぎて、うん。あー、そう。客観的に見て。そう。ちょっとガーって笑ってたみたい。本当は、イメージではもっと、なんか、どんな感じで笑ってるイメージ？そんな。あーってなってたかなと思ったんですけど、実際ガーってあーってなっててで、現場が楽しすぎてみたいな、ね、そうなんですよ、すごい。あの3人、うん、昔からずっとあの3人だったので、うんうんうん、それですごいテンション上がっちゃって、おいしいもんも食えるし、そうなんですよ、うん、でも1個しか食べられなかった。あ、そうだね、でもあれおいしそうだったね。すっごい大きくて、あのお肉もうめっちゃおいしかったです。あ、そのテンション上がる。初めて食ったでしょ。もう初めて、見るのも初めてでしたねえ。だから X21 に入ったおかげでいろいろできる、経験できる、はい、うん、これから。すごい、もういろんなことさせていただいて、うん、でもああいう笑い方とかはすごい明るい感じがしていいと思う。あ、本当ですか、うんうんうん、よかった。最後にテレビ見てる、視聴者の方々、一言メッセージを。はい、こんなガハガハ笑ったり、ちょっとアイドルっぽくないところもある私ですが、皆さん私のことたくさん知って大好きになってください。お願いします。あ、似てるな、やっぱ似てんな、やっぱ。はい、というわけで、はい、今回のゲストは壇蜜さんでした。ありがとうございます。